日向坂口。日向だと？聖騎士団長だとは聞いていたが。物知りなのね。私が二つ役職を持つのは事実よ。私が仕えるべきは法王ではなく。なあ、ちょっと待て。今のをかわすのね。さすがはシズ先生を殺した魔物。だから待てって。そうだ、シズさんにお前のことを頼まれて。ああ、シズさんはお前のことすっごく心配して。笑わせないで。だから本当に日本人だって。情報通り日本人だって言い張るのね。密告者は俺が日本人だと知ってるやつなのか。俺の相手をお前一人で。勝てる気でいるの？通格無効が無効化されてる。たった三撃。少し甘く考えていたか。これ以上食らうとヤバい気がする。少しは知恵があるように。この技術は物質体ではなく精神に直接作用するとは。三撃で絶命に至ります。相手を舐めていたのは俺の方だったようだな。何をしても無駄。このホーリーフィールドは聖法聖教会が誇る究極の大魔結界なの。この結界内では魔素が浄化されるのよ。本来の力を発揮できなくなるの。私が一人だったのが不満だったみたいだけど。私が出向いた理由はただ一つ。あと一回。だからそれは君を殺しておきたかった。結果が全てなのだし、どうでもいい。道に迷った時は私を頼ってほしい。これは自分でもよくわからない感情だ、ね、脚色されまくっているのか。俺が完全に悪者にされている。悠長にしてたら君帰る場所がなくなるよ。勝ち誇るのはまだ早いと思うけどな。この一撃で。俺の攻撃を観察し、まるで大賢者を相手にしているかのような気分だ。ダメだ。終わりね。正直見くび。あと一撃で俺を殺せるからか。7回目の攻撃で確実に相手を死に至らしめる。君がよく頑張ったけど、もういいでしょう。だがせいぜい悪あがきするさ。上位精霊イフリートを純粋な精霊として分離しました。炎の上位精霊イフリート。上位精霊まで刺激するとは予想外だ。それでも私の相手には足りないわよ。戻れイフリート。一体何を。イフリートは強制簒奪の影響を受けた模様です。まさか相手のスキルを奪うってのか。魔力回路がつながっていたため奪われなかったと推測されます。イフリートを奪おうとしたのか。どうしてわかったの。正解を超えるものでね。俺のグラトニーのようなものか。グラトニーか。あと一撃で俺の負けだ。シズさんからはクロエたちだけじゃなくお前のことも頼まれていたんだが、悪いが手加減できそうもない。それでは私も最後に少しだけ本気を見せてあげましょう。この一撃は今までの比ではない激痛を君に与えてくれるから。死になさい。目覚めろグラトニー。この命令を下すと同時に俺の意識は闇の中へと沈むように消えていった。俺の意識はそこで途絶えた。